おはようございます。ティアと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。以前エンディングを無事に迎えました。ここからはエンディング後のねさらなる旅路ということで進めていきたいと思います。ではね、まず手始めに一つね、すでにもう出ているものがありますんで、そちらに挑みたいと思います。では行きましょう、レディゴー。はい、というわけで東道館にやってきました。こちらですね、転職チャレンジバトルついに4つ目、伝説の勇者に挑戦というのが追加されました。こちらはね、モンスターマスターとかねあるんですけど、モンスターマスターバトルマスターとあったんですけど、その中で一番上の上級職勇者になれるんですね。ゆうたくんがねこの前使ってたやつですね、勇者。というわけで今回は伝説の勇者に挑戦していきたいと思います。強そう勝てんのかな。さあ、挑戦者登場。伝説の勇者だからね今まで王宮戦士ライアンとかだったのについにもう伝説の勇者ですよ、敵は相手チームの登場だ。さあ、空から伝説の、ね、ドラゴンクエスト3勇者スマブラ参戦おめでとういやー、めっちゃ強いぞこいつ。2800あんのかよ、一人で来るとはいえね。いやもうパーティーどうすっかな。というわけでいきます。ズシオーマル、デスゴーゴン、ドラゴン、でっかい山ダンジョンズが登場です。結構でかいモンスターばっかりになりましたごっついなこれ。で、伝説の勇者相手は一人すげえな、なんかむしろこっちが悪役みたいなんだけどむしろ僕たちが悪役みたいになってるなよろしくお願いします。まあここはねもう全部物理でいきましょう。もう言うことないです。とりあえず物理でね、力を押しに出ます、こっちは。あー、わかんねえな。さあ、ステーションガード向こう使ってくるよ、早速。ロトの紋章、おっと、かっこいい、それは。そう、ロトの紋章とかかっこよすぎでしょ。あんま恩恵なさそうっすけどね、見た感じ。さあ、サメダルケいきます。いくぜ！はい、はい、はい、はい。これはあまり効いていない。物理耐性があるの？伝説の勇者、物理耐性あんだ。強いぞこれ。レインブレイク、おお、かっこいい、めっちゃかっこいいじゃん。何それ、麻痺はなかったね。レインブレイク麻痺があると思うんですよ確か、それは覚えてる。さあ、テールタックいきます。はい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 、打撃耐性が痛いな。そうか、打撃耐性があんのかお前。踏みつぶす、デスゴーゴンがいきます。おー、でも打撃耐性は結構貫通してるぞ、結構ね。一応みんな力は高いからね、こっちも。さあ、まだまだわからない戦いになってきましたよ。さあ、スタミナだけいきます、せーの、はい、1、2、何、ガード、ガードができるんだ。はあ、うわ、もう盾も持ってるって強いね、そう考えると。いや、これは強いぞ、これきついきつい。はい、テールアタック、1、2、3、これはパッと見負けてるぞ、パッと見負けてるぞ、外れる勝つ目がちょっと少なくなってきましたよ私こっちのチーム勝つ目が少なくなってきましたねめちゃくちゃ強いんじゃないですかこれ、もしかして軽い気持ちを言いますけど、これめっちゃ強いんじゃないですか敵めっちゃ強いんじゃないですか敵え、向こう3ターンで雪溜めるってこと？向こう3ターンで雪溜めてんじゃん。え、溜まったんだけど向こうの雪どうなってんの、ちょっとちょっと強ないそんな強いの。いや、もう負けなんすよね、もう負けてるんだけどちょっと待って待って待って、そんな強いよこいつ。あれ？負けてるよ。あら、負けましたね。ああ神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。
回目いきます。フォースデビル、ナイトリッチ、メーダー、おっとナイトリッチの登場だ、おっとナイトリッチの登場だ、これはまた始まったぞ、なんかよっしゃ、これは負けらんねえな。さあ今度こそ行きましょう。まあね、言うてね、もうね、今度はひたすら呪文で押しますよ。今度はじゃあひたすら呪文で押しますよ。ガード買い取ったりしてほしい。ここはもうひたすら呪文でいきますよ。さあ行くぞ、さあ行くぞ。ホースデビュー君がドルマを放します。行くぜ、せーの、うおらよっしゃ、いいね。そう、暗黒に弱いんすよ。伝説勇者は大会でも使われてたんだけど、暗黒に弱くってさ、これをねついていこう。暗黒に弱いという弱点をしっかりついていきましょう。ロトの剣技、おお、かっこいい。あーでも結構強いぞ、2回攻撃だよね、そりゃ。まあいや結構強い強い強い、うわー、まあまあでもまあ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 まだまだまだ、いきます。ドルマナイトリッチ頼むぜ、いくぜ、せーの、はい、オッケー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 、呪文でしっかりいきましょう。しっかり与えていこう。ひたすら暗黒で押すぞ。まあギラ違うんだけどね。レインブレイク来るか、マジやだな。お、誰か避けてる。でもその避けでかいよ、マヒルナ。よし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 、でかい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 、すげえでかい。離す、よし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 、大丈夫大丈夫。ドルマ、いけ、ほい、よし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 。相手の勇気を保つことが異常に早いから、次凍てつく波動あたりいく。それかギガデインもありか、ギガデインしてみるか。ここは普通にダメージ取ってみましょう。3ターンで倒してみよう。あ、ワンチャンあるよ、避けられたりしなければ普通に3ターン撃破が可能かもしれない。ただ怖いのはデインブレイクとかでまひっちゃうことかな。デインブレイク、ドルマで勝ち、ここでおっと、ホースリー君メラミを撃ちます。なんとここでメラミを撃とうとします。いけんのかお前、うおー、これはメタリすぎたかもやったやったー、勇者、勇は勇者として戦えるようになったぞ。やったね。よくぞ戦勝戦打ち勝ったな、見事な勝利だったぞんー、俺嬉しくねえわー何 ?10 枚2000ゴールド。なんかもらえんの？あー、レアなやつだ。レアなやつだな。あ、これで全部終わった。これでね、すべての職業が使えられました。やあ、翼くん。ちょっと僕、勇者に会ったんですよ。ちょっと一戦いいっすか？翼さん、ちょっと一戦いいっすか？あー、いいっす。あれ？翼くん？君魔法使いだったよね。あれあれ、君魔法使いじゃなかったっけ。おかしいな、俺剣持ってんな、おかしいなはい、行きまーす。武器、王子の剣、盾、お、勇者の盾、そして鎧は光の鎧、勇者三神器、いざ勇者キラーバックタウン、行きましょう。お供はスライムシールドこそ困った時にはやっぱこの2体ですよね。いや、いいよ、この2体はね、やっぱいい。おぉ、2370しかないのか。スライム行きましょう。勇者になった上に。行くぜ！ミラクルストライク！よっしゃー勇者の第3の技ですよ、これが。で、熱魔山。うわぁ、スライムそんな狙わんといてや。やめて。うわぁそれは話が違うじゃん、ねえ。もう勝てないじゃん。もう勝てなくなってんだけど。それは話が違うじゃん。ねえ。ねえ。ねえ。お前魔法使いだったじゃん。はい、というわけで、無事に勇者になって、なぜか魔法使いだった人に勇者にボコされ。完璧なオチじゃん、いろいろと。いやー、勇者難しいっすね。
いやまあね、まあ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 、まあどっかで勇者使う機会もあるでしょう。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。